です。まきるチャンネル、今日もポチッとありがとうございます。ということで、今回なんと母と2泊3日の静岡旅行に行ってまいりました。静岡の今回は、下の方ですね、浜松、掛川、ここから。浜松、掛川、静岡っていうね、2泊3日の旅行に行ってまいりました。妊娠してから初めての旅行だったので、その時の体調だったり、そう身長の話をお話してきたらなと思います。ということでね、お土産なんですけど、こちら有名なうなぎパイ、あとは安倍川餅、こちら。はい、ということでね、本当に今帰ってきたばかり、トランクケース今こうやって開けて洗い物出すのを、考えてやってるところなんですけども、いやー今ね、妊娠6ヶ月に入ったところなんですよ。今日ほどちょうど6ヶ月目に入ったんですけど、お腹がねわりかし大きくなってきててしんどかったー。はい、旅行のきっかけは安定期に入ったっていうのもあって、あと母の仕事が連休が取れたので、このタイミングで行こうと思って。静岡にね、そんなね遠すぎたらちょっと行きにくいかなと思ったので、今回は近場の東京から1時間ぐらいで静岡に行けるので、母との旅行に行ってまいりました。でね、安定期に入ってからで、お腹もそんなまだ大きくないし大丈夫かなと思ったんですけど、結構しんどかったですね。まずお腹が大きくなると、ご飯を食べると胃が上がっちゃって通常の量を食べれなくなるんですよね。だから私は今まだお腹がそんな大きくなってなかったので、食べる量の調節がちょっとできてなかったので、今まで通り食べたらすっごい苦しくなってしまったんですね。なんか妊婦さんってお腹大きくなって意外と食べれないんだなってちょっと思ったので、食べ歩きとかも自分が思ってるいつも食べれる量とお腹のこの一般の量のあれが調節が全然できなくてそれが結構大変でしたね。私意外と食べれなくなっちゃってんだと思って、食べれるのにお腹が食べれないっていうのが調節が難しかったですね。なのでいつ旅行に行ったらいいんだろうって思ったんですけど、5ヶ月安定期に入ってからこの5ヶ月間の間に行くのめちゃくちゃおすすめだなって私はですよ、思いました。6ヶ月でこんなに苦しいって私は思っちゃったので、もちろん体力がね、もしかしたらないだけなのかもしれないんですけど、ぜひもし妊娠してから旅行行きたかったのにとか、旅行行きたいなって思った方がいたら、安定期入ってすぐとか5ヶ月目の間に行くのは結構私的におすすめかなって思いました。あと私は今回母と一緒に行ったんですけど、荷物を持ってもらったり、いつね体調が悪くなっちゃうか分からなかったりするので、すごい気を使ってもらったんですよ。で、申し訳ないなって思うぐらい気使っていただいて、あとは、歩くペースも遅いんですよねなんかやっぱ神社とか巡ったんですけど、掛川城に行ったんですけど、坂とか結構きつくて、いい運動になったんですけど、普段ね坂とか登らないし全然動かなかったので、ありがたかったんですけど、スローペースになるので、妊娠してからお友達と旅行に行くのは割と気使っちゃうか、友達との関係性にもよると思うんですけど、結構気使ってもらわないとしんどいところがあると思うので、お友達と旅行に行かれる方はそういうのも配慮していただけたら、楽にね楽しく旅ができるんじゃないかなと感じました。あとは私はおすすめしたいのは時期ですね、行く時期。私は6月の後半に今旅行に行かせていただいたんですけど、ちょっとやっぱ暑くなってきたので日傘は必須になるし、荷物もね軽くした方がいいなって思ったんですけど、荷物は夏近いので、この格好、この長い黒のワンピースに T シャツの中を変えるだけにしたんですよ。そうすると荷物がやっぱその分軽くなるので、トランクケースの一応あるんですけど、もう中ほとんどすっかすかな状態にしたので、冬場とかに行くとやっぱコートとか必要になるから、荷物も多くなって大変になっちゃうんじゃないかなと思うので、荷物が少なく済む時期に行くのはおすすめなのかなって思いました。あと気をつけてほしいと思ったことはですね、めちゃくちゃ足がむくむんですよ。妊婦さんってもともと足がむくみやすかったりすると思うんですけどね、旅行とかってやっぱり歩くじゃないですか。まあその旅のあれね、あれにもよるんですけど、コバオイルをいつも使ってるんですけど、旅行用に持ってくるこれ2泊3日だけども、こんななくなりましたってぐらい、もう足を揉みたくりましたからね、本当に。だから歩く旅をする方、ぜひマッサージオイルを持って行ってください。おすすめです。私これいつも以上に足がパンパンになるので、ホテル帰ってからちょっと揉みながらテレビ見たり、揉みながら YouTube 見たりっていうホテルの時間を過ごしたので、また旦那さんと一緒に行く方はちょっとマッサージしてもらうみたいな、そういうおすすめだと思うので、ぜひ旅行行く方はボディクリームじゃなくて、まあ、ボディクリームプラスこの、私はねホホバオイルっていうのでいつも足をマッサージしてるんですけど、お風呂上がりぜひ買ってみて使ってみてください。はい、あとね、私がちょっと感じたのが、旅行って皆さんって何で移動するんですかね。車で移動だったりレンタカーとか。私はバス移動が結構好きで、なんか旅っぽいじゃないですか。なんかバス移動をよくするんですけど、バスでちょっと携帯いじるとバス酔い結構しちゃうんですね。で、久しぶりにバス酔いしたんですよ。わあ、車酔い、わあ、乗り物酔いしたと思って。今までつわりの気持ち悪さって例えて言うなら、なんか車酔いって言ってるんですよ。友達とかにね、妊娠したことない人とかに「つわりってどんな感じなんですか?」って言った時に「胃もたれとか、あとは車酔いかな」って言ってるんですけど、全然車酔いの方が楽だなって思いました。久々に車酔いしてた、ちょっとおえってなっちゃったんだけど、つわりの方が気持ち悪いわと思っちゃって。だから今度から言う時は車酔いのすごい気持ち悪いバージョンって言います。皆さんもぜひよかったら言ってください。なので、つわりってそんなにひどいのとか、どんな感じなのって言ったら、車酔いのすごい気持ち悪いバージョンって言ってください。私はこれから言います。全然車酔いだった時に気持ち悪くなさすぎて、つわりの方がしんどいわと思ったんでぜひはい、ということで皆さん、本日も動画見てくださって誠にありがとうございました。妊婦さんでここがおすすめだよとか、出産する前にここがいいんじゃないのとか、あとは旅行のおすすめの過ごし方とかね、あと大変だったこととか、ぜひね、皆さんありましたらお気軽にコメント欄にて書いてください。で、皆さんの体験談とかもすごいすごい勉強になるので、やっぱ経験者の言葉、経験者の話ってありがたいですよ。本当ありがたい。なのでぜひ気軽にコメントしてください。今日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。ということで皆さん、またねー、バイバーイ。